はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。ストリートインストラクター井川直輔です。いかがお過ごしでしょうか。今日成人式ですね。はい、もう私はもう3回目の年男になるっていうね、じじいになりたくねえなというふうに思ってるんですが、いかがでしょうか。はい、ちょっとテンション上げて頑張ってやっていきたいというふうに思います。今日はですね、久々に質問が来ましたので、質問の回答に答えてみたいというふうに思います。はい、質問なんですが、どういうことなのかというと、自動的に番号を振りたいということですね。そして、日付を絡めて番号を振りたいという質問をいただきました。で、ただ日付にね、数字を絡めるだけでいいのかどうかということをちょっともう一回確認したんですが、お忙しくてちょっと返信が来ていないので、私が勝手に、イメージで、ちょっと作ってみたので参考にしていただければというふうに思います。この方ですね、夜中の3時とかに、質問、夜中の3時かな、結構夜遅い時にメールが来まして、私たまたま起きていたんだと思うんですけど、皆さんに言っておきますけど、いつ質問が来たとしても全然私迷惑ではないのでそれは大丈夫です。寝てればね返信できないんですけど、夜中とかにねこうアクセスの勉強してるっていうのを見ますと、2、3年前の私をちょっと思い出して、放ってはおけないなという気持ちでいっぱいなんですけどね、ちょっと頑張っていきましょう。では、決め台詞いきたいと思います。はい、あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあパソコンの画面いきたいと思います。はい、じゃあ行きたいというふうに思います。私のですね、サンプルファイル、落としていただきましたら、2019ダウンロードのところにあります。別にね、質問の回答というふうにちょっと分けてたんですけど、やめました。カテゴリー質問回答というふうにして、サンプルファイル、もうすでにアップしてますので、欲しい方は、ご自由に、持っていってください。はい、そうしましたら、その自動裁判なんですけど、どこでやるのかちょっと分からなかったので、クエリでやるのか、フォームでやるのか、僕の勝手な独断と偏見で、フォームでやるというふうにしております。で、MT 自動裁判っていうのがあって、入力フォームっていうのがあります。はい、で、ここのところに、例えば、いいかはと入れると、バッとこういうふうに、日付が入って、契約番号1、契約番号2というふうに入るようになってます。で、仕掛けはどういうふうになってるかっていうと、ここの2019年11月14日の6というのは、ここの日付をハイフンを抜いて、契約 ID のこの自動、オートナンバーのね、6をくっつけてるのか、この会員番号の5をこっちにくっつけてるかっていうふうになっています。で、すべて、名前のところ、ここですね、名前のところ、このアフターアップデート、つまり、名前が更新されたら何かをするというところにコードを仕込んでいますので、ちょっと見ていきましょう。はい、こんなになってます。まず、契約番号1の裁判の場合は、文字を扱う変数をまず宣言します。これがストリング型。で、変数は A というふうにしています。で、A をフォーマットしなさいよ。何をフォーマットするのって言ったら、日時っていうところに、YYY スラッシュ、MM、スラッシュ D を、スラッシュなしのものにフォーマットしてねと。で、契約番号のところに A と、オートナンバーを&っていうか、アンバ型でつなげるっていうふうにしています。で、契約番号2の方はどういうふうにしてるかっていうと、会員番号のところに NZ、DMAX、会員番号、MT 自動裁判のプラス1の1っていうふうにして、これどういうふうな意味合いかというと、会員番号に連番を振るっていうふうに簡単に書いてますけど、MT 自動裁判の会員番号のところを一番1回数えて、その一番大きい数字にさらに1を足せっていう意味で書いてます。あとはもう一緒ですね。はい。で、ここは変数 AA というふうにしてます。なんで変数 AA にしてるかっていうと、同じところで A という同じこのプロシージャーっていうか、このプライベートサーバー、名前アフターアップデートのところで A というこの同じ変数を2度宣言できないので、ここだけ AA にしています。はい。これが仕掛けになってます。はい。で、保存をして、例えば、鈴木と入れると、こういうふうに、保存、高橋で入れると、保存っていうふうになります。こんなんでいいですかね。はい。ちょっと、一応自動裁判っていうふうに、したんですが、内容が、ちょっと質問の、聞いた限りのことで想像しているので、もし間違ってたらまた質問ください。はい、じゃあ今日はパソコンはここまでにしたいと思います。はい、いかがでしたでしょうかね。もう最近なんかね、目が悪くなって、サングラスかけてるのも正直しんどいなということがあります。私、今年で48になって3度目の年男なんですが、その3度目の年男を初にして今日いちご大福を食べたっていうね、美味しかったですね。はい、まあいいですわ。はい、じゃあ、今日はこの辺で失礼をしたいというふうに思います。明日、最強の検索フォームの動画でお会いしましょう。それでは今日はこの辺で失礼したいというふうに思います。質問、コメントございましたらどしどし書いてください。はい、それではチャンネル登録の方お願いします。さようなら。